三冠の代わりだよ。なんか色がそういう感じの色だもん。というか油を使うっていう風土が当時。Gracias. ちゃんとああいうピンクの花がさ、うち植えた時もピンクの花が咲いてて、いいなと思ってた。感情とパッとなるだけでね、時宗の奥さんがこういう。この間も食べたんですよね。On va dédier à une couleur spécifique. I love you. No, in fact, it's becauseおそば好きなんですか？いや、おそばとかいいかもしれない。下りはね、あのね、意外と下り怖い。本当に言いますよね。ありますか？か？遠いですか？距離。遠い。遠い？一不成这个。公園にそうそれをチャーリーに見せたら想像してたね。すごい今思い出した。おにぎり。That's it.出てるもの。このシャツやばいな。やめないから。今日は授業じゃないかな。だってさ、お前らが来ないの。毎日納豆食べてさ、なんかまだ廃業って話しました。あれですね。あ、そうだってね。はい、よけろよ。で、それを上限がある。あ、これはね。まだ来ますね。潰れた前での水自体は潰れてなかったんだね。そうですよね。Ha tornato 3 volte il corpo. Sono 本日は皆様に仏教の言葉をご紹介して説明をしてご一緒に考えいただきたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。それではこの仏の言葉を聞きたいと思います。漢字文字で Tämä on ihana, että kuulee, nyt mä saan selkeä. I can't do it without me now. 確かに。そう、純子さんは鎌倉シャツ、鎌倉シャツっていうから。じゃあ、いいシャツだったら。端っこをね、そうなんかスタメンで使っちゃってたからちょっと図に寄ってる普通にしばらく使ってたよね、うん、だからちょっと今度頭角を表してきた一瞬の顔で気づいてちょっとおっさんが早めにもっと入ってきて自分でやるのね。お母ちゃんに入れたい。ありがとう。今確かに意識してるからあるかもしれない。Thank you.